南大阪線は、大阪府大阪市安倍野区の大阪安倍野橋駅から、奈良県柏原市の柏原神宮前駅までを結ぶ、近畿日本鉄道の鉄道路線。駅ナンバリング等に使われる、路線記号は F。ラインカラーは緑である。大阪府南東部の通勤・通学及び柏原、飛鳥、吉野方面への観光の足となっている。藤寺駅古市駅間は、 数多くの古墳を避けながら通る。大阪電気軌道が付設した多くの近鉄線とは異なり、南大阪線系では1 0 6 7ト、mm、ルの狂気が採用されている。道明寺線、長野線を付設したのは、火洋鉄道、南大阪線を付設したのは、火洋鉄道を継承した大阪鉄道であり、その当初の目的は、道明寺線柏駅において接続する。 関西本線と提携して貨物輸送を行うことであったためである。また、当線は前述のように古墳や山岳地帯を避ける形で付設されたためカーブが多く、また建設費の都合で規格が低く抑えられたため、最高速度は大阪線の時速 120km よりも低い時速 110km に抑えられている。 大阪市内の大阪安倍伸橋駅川地天見駅間は、高架となっているが、この内こぼれ口駅、屋田駅間に関しては、高架化の際に仮線を設けず、地上にある在来線の真上にそのまま高架線を、建設する、直上高架方式で施行された。近年、阪神高速6号大和川線の建設のため、以前は、 森津地区間だった山和川橋梁や田六号踏切付近まで高架化された IC カードピタパイ高架スイカなど全国総合利用の乗車カードが使用できるまた以前はスルッと関西対応カード及び J スルーカードにも対応していた前線大阪統括部の管轄である大阪阿部野橋駅から藤井寺駅付近までは 住宅街や学校など多くの建物が立ち並ぶ、間を抜けるように走る。道明寺駅あたりから畑が目立ち始め、古市駅から先は一気に、のどかな田園風景へと変わる。高見の里駅伊東は、竹内街道や長尾街道と、並行しているために沿線には、史跡や古墳等の歴史的建造物が多い。また、奈良県内では、二条山や桂木山の山並みと、 並行するため、季節によって美しく様変わりする山肌を楽しむこともでき、花や紅葉の見頃になると、休行の臨時停車を実施する駅も少なくない。上野大使駅周辺では、ドウやみかんの栽培が盛んで、車窓から果樹園が見られる。以下に示す記述は全て大阪阿部野橋しかし原、神宮前方向における記述であり、逆方向に関しては、 順序が逆で、その風景が見える方向も、左右逆となる。起点である大阪安倍野橋駅は、北、南に並ぶ大阪有数の繁華街、安倍野に置かれている安倍の橋ターミナルビルに、内包されている。大阪安倍野橋を出て、すぐ、線路は高架に上がる。右へカーブしつつ、JR 阪和線をまたぐと間もなく、こぼれ口駅。こぼれ口から、線路はさらに右へカーブし、 東住吉区へ移って、北田辺駅、今川駅へと続く。今川を出てしばらくすると、阪神高速14号松原線の高田かをくぐるが、その高田かの直下には、地下鉄谷町線の駒川中野駅がある。南大阪線はさらに、東住吉区内の住宅街を高架で進んで、針中野駅。 右手に長井公園や大阪芸術大学短期大学部大阪キャンパスを見ながら八田駅と進む八田を出ると次第に密集していた住宅は間が開き始め線路は山和川を渡る山和川の手前に見える堤防沿いの細長い工事中の土地は JR の半和貨物線の廃線跡である山和川より南は松原市となり左手に 阪南大学のキャンパスを眺めつつ、線路は、高架から降りて地上に移り、古市県社区甘み車庫を設置している河内甘み駅に、至る。線路は次の布線駅を出てすぐ左へ急カーブを曲がる。そこからは右手に、大阪府道12号堺山戸高田線を眺めて、走り、府道12号は、次第に迫ってきて高見の里駅。さらに進むと、 松原市街地へ入っていき、河内松原駅に至る。河内松原駅は、大阪阿部の橋から、最初の準急停車駅であり、最初の緩急接続可能駅でもある。さらに三原、境方面へのバスも発着しており、終日にぎわいを見せる。河内松原を出ると線路は、半和自動車道をくぐって、羽曳野市に入り、不動十二号をくぐって、住宅地を走り、 江賀野省駅に至り、その後緩やかに左へカーブし、高須駅に達する。高須を出て間もなく線路は、藤井寺市に入り、右手に四天王寺大学のキャンパスが見えれば間もなく、藤井寺駅である。四天王寺学園小学校が建っているところには2005年1月まで、藤井寺球場があり、現在は、オリックスと合併した近鉄バファローズの本拠地として、栄えていた。 藤井寺駅にはここから旧中央環状線を通って、近鉄八尾駅方面に向かう便と、羽根 A が丘方面へ向かう便の、大まかに2種のバスが発着しており、交通の要衝となっている。また、藤井寺駅では、大阪辺の橋からの普通列車の大半が折り返す。ため、一本の引き上げ線があるものの、駅の東方が線路のギリギリまで建物がせり出している事情から、 引上げ線は大阪安倍の端方にある。そのためあたり駅折り返しの普通列車は到着後3回も折り返し作業をしなければならず、入出庫の都度藤井寺駅すぐ西側の踏切を通らねばならないために、この踏切は日中でも遮断機が長い時間にわたり開かない、開かずの踏切となっている。藤井寺を出てしばらくは、 藤井寺市内の住宅街を走るが、西面半自動車道をくぐると前方にある中津、山古墳を回り込むために、左へ大きくカーブを切る。右へ曲がり急国道170号をくぐるあたりで、蜂の里駅に着く。蜂の里を出るとほどなく南大阪線最大の、急カーブに至り、特急などの優等列車もここでは、時速45キロメートルに速度を落として走行する。 左手より、道明寺線が合流して、道明寺駅に至る。もともとは、道明寺線の方が先に完成し南北に走る。線路として開通していたため、後付けとなった南大阪線の方が急カーブを描く、格好になっている。道明寺を出ると線路は再び、はびきの市に入り、西名阪自動車道をもう一度くぐる。西名阪のガードを抜けると風景は、 住宅地から一変して、一軸などの畑が広がる。畑地帯を抜けると、次第に、羽び野の市街地に移り、古市検尺を構える古市駅に至る。この駅では、長野線と分かれるほか、この駅より先は、長野線の富田林駅までと、特急停車駅を除いて8両編成の電車は、停車できなくなるため、車両の連結や切り離しが頻繁に行われる。 本線と視線の分岐駅では、本線が、まっすぐに進み、視線が分かれていくのが通例だが、古市駅においては、視線の長野線が、まっすぐ南下して、南大阪線の方が左へカーブする。これは戦術した、道明寺駅の場合と事情は、全く同じで、先に、柏原駅、道明寺駅、古市駅、河内長野駅間のルートが開通し、後から、 南大阪線の線路が開通していったためである。長野線と分かれると左手には古市の住宅地が、右手には大地の崖が連なる。ほどなく線路は石川を渡るが、石川を境に風景は一気に変わる。田園が広がる中に工業団地と住宅が点在するのが見え、線路は緩やかに右へカーブし、駒ヶ谷駅に至る。この駅の左手には、 梅酒メーカーの長屋梅酒本社がある。駒ヶ谷の住宅地を抜けると周辺は広大な、ぶどう畑や水田などが広がり、左手を国道166号が並行する。右手に南半那道路が近づいてくると、上野大使駅である。この駅は、鉄道駅が存在しない、大使町の玄関口の役割をなし、当駅から大使町の市街地、 住宅地へ向かうバスが発着している。上野大使を出てほどなく線路は国道166号と踏切で交差し、山裾そううように蛇行して走り、4トル以上に渡る33.3パーミルの連続上り勾配にかかる。蛇行のために南半な道路を二度アンダーパスし、線路は羽引野市から大使町に入る。そこからしばらくは右手を奈良県道、 大阪府道703号柏大師線が並行する状況が続くが、この道路は途中で線路をまたいで、左手側に移る。この線路をまたぐ場所が、穴虫峠であり、大阪府と奈良県の府県境にあたる。山岳を貫くトンネルを通らずに、大阪府と奈良県の府県境を越えるのも、この路線の特徴の一つである。 奈良県柏市に入ると左手に見える県道703号は国道165号と合流し、大和高田バイパスと速道に分かれ、南大阪線はバイパスを潜り、国道165号と並行する。ここから先はしばらく二条山の裾を沿うように走るため、右手方向には二条山の二小ブラクダ状の両線が美しく見える。この間に二条山駅、 二条神社口駅、遠間寺駅を通り、線路は、葛城野市に移る。この区間の山以外の風景においては、駅の前後に住宅が密集しているほかは、広大な田畑が広がりのどかである。なお、二条山の麓は、大間寺をはじめボタンの名所となっている地が多くあり、二条神社口と遠間寺の両駅は、ボタンの見頃になると一部の急行が、臨時停車する。 東間寺駅から岩木駅にかけてはほぼ直線に進み、岩木駅を過ぎると、再び国道166号と踏切で交差して、緩やかに左へカーブする。この辺りから、住宅の数が増えてきて、ほどなく、尺度駅に至る。尺度駅は、ご所線との分岐駅であるとともに、環球接続可能駅であり、さらに、大阪阿部の橋から、 最初の特急前列車停車駅でもあるため、終日にわたり、準急普通と急行特急との接続が行われている。尺度駅を出て、五所線が右へ分かれると、再び田園風景が広がり、山と高田市に入る。田園風景は、束の間で急速に建物の数が増え、高田の市街地に移っていく。次第に、線路は高架を上り、高田市駅に至る。 高田市駅は、南大阪線における、大和高田市の中心駅であるが、大阪線の大和高田駅、JR の高田駅には広大な駅前広場があるのに、対し、高田市駅前は2車線の国道166号に、バス乗り場を兼ねたロータリーが、申し訳程度に設置されているのみで、線路、道路の、ギリギリまで所狭しと建物が密集している。 高田市を出ると線路は緩やかに右へカーブを切り、JR 和歌山線をまたいでほどなく、高架から地上区間に降りる。しばらくは住宅地を進むが、徐々に住宅の間隔が、秋畑が目立つようになると、今度は緩やかに左へカーブし、浮穴駅に至る。そこから少し進むと、国道24号大和高田バイパスを潜り、滑原市に入る。そして、 京奈和自動車道柏原高田インターチェンジ高架下を潜り通り、水田地帯を抜け住宅地が迫ると、某城駅となり、さらに線路は南東へ直進する。某城の住宅地を抜けると再び広い田園地帯に入り、左手には、山と山々の一つ、うねび山と柏原神宮を包む森林が見えてきて、うねび山の裾に入ると、柏原神宮、西口駅に至る。 線路は左手に、柏原神宮の森林、右手に、奈良芸術短期大学などの学校群や、住宅街を眺め、大きく、右へカーブして、柏原線との接続駅である柏原神宮前駅に、達する。南大阪線としてはこの駅が終点であり、この駅で折り返す列車も多くあるが、線路はこの先も続いて、吉野線となっており、急行、特急は、大半が、 吉野線に直通して、吉野駅まで運転される。大阪阿部の橋駅から、長野線、吉野線と直通運転を行っている。五所線とも、古市駅折り返し及び大阪阿部の橋駅のみだが、直通運転がある。大阪阿部の橋駅吉野駅間には急行などのほか桜ラ,ライナーや、観光特急、青の公共局などの特急が運転されている。ダイヤは、 基本的に、大阪辺の橋発時刻はわかりやすく、できるだけ等間隔に揃えられている。休校2021年7月3日変更の、現行ダイヤでは日中を除く、時間帯を中心に運転されている。基本的には、吉野線に直通し、大阪辺の橋駅吉野駅間で1時間に2本、運転されている。南大阪線内は、古市駅を含む、 特急停車駅に停車し、吉野線内は各駅に停車する。従って、南大阪線における、長距離の料金不要速達種別である上、事実上の吉野線の各駅停車でもある。春の土休日には東間寺駅、二条神社口駅に、秋の土休日には、上野大志駅に、臨時停車する列車がある。長野線直通は、平日の朝ラッシュ時には、 河内長野発大阪安倍の橋行きと大阪安倍の橋発富田林行きが、夕シ主事には、富田林発大阪安倍の橋行きと大阪安倍の橋発河内長野行きの列車が運転されている。また平日の早朝と深夜には、下り古市発柏原神宮前行きが運転されている。このうち深夜の列車は、大阪安倍野橋発古市行き準急が終点の古市駅で、 種別変更されたものとして運転している。この列車は2012年3月20日のダイヤ変更以前、平日の夕方ラッシュにも運転されていた。平日朝8時台には下りに大阪辺の橋発古市域急行も運転されていたが、2011年3月16日のダイヤ変更で廃止された。これは古市検築への入港を兼ねた列車だった。 しかしこのダイヤ変更で、上り平日深夜22時台に、古市発大阪安倍の橋行き急行が運転を開始した。これらは急行停車駅一駅間のみの運行となっている。2021年7月3日のダイヤ変更では、平日と休日ともに10から14時台の列車が、区間急行に格下げとなり、日中の運行がなくなった。毎年五月上旬から、 中旬の土休日には、五所線、近鉄五所駅まで直通する、臨時急行桂ツの高原号も運転されている。定期列車は、途中駅での特急退避を行わず、大阪安倍野橋駅吉野駅間の急行の所要時間は90分強で、特急と急行の所要時間差は、約15分強である。このため下りについては、休行が、 大阪辺野橋駅を発車してから20分後に、発車する特急より2から3分早く、吉野駅へ到着し、上りは、特急の3分後に急行が発車して特急より、約20分後に、大阪辺野橋駅へ到着するダイヤが、基本パターンとなっている。編成量数は、南大阪線内及び、長野線問田林以北では、 最長8両編成で、吉野線では最長4両編成、長野線と田林以南では最長5両編成。ラッシュ時間帯以外は4両編成を基本に運用されている。東間寺駅、二条神社口駅、上野大志駅に臨時停車する列車は、ホーム有効庁の関係上、4両編成で運転される。 区間急行に2021年7月3日変更の現行ダイヤでは日中時間帯を中心に朝や夜間にも数本が運転されている日中時間帯では毎時2本が運転されそれ以外の時間帯では上りは平日の朝に1本下りは土休日19時台に2本深夜に平日土休日1本が運転されている全列車が 大阪辺野橋駅柏原神宮前駅間の運行であるが、柏原神宮前駅から先、普通に種別変更の上そのまま吉野線に直通する列車もある。停車駅は急行の停車駅に、浮穴駅、傍上駅、柏原神宮、西口駅が追加され、尺度駅柏原神宮前駅間は各駅に停車する。かつては、下りの深夜の一部列車に、 古市駅で、後ろの車両を切り離し、柏原神宮前駅の普通に変更して運転。前の車両は、柏原神宮前駅から、吉野駅の普通として運転するという列車もあった。編成量数は4両編成が大半で平日朝の、上り1本は6両で運転される。かつては8両編成の列車もあった。1972年以前の休校は当然の、 関戸駅柏原神宮前駅間及び吉野線の各駅に停車し、現在の区間急行と同じ停車駅であった。翌1973年に、従来の停車駅の列車を朝ラッシュ時の柏原、神宮前発大阪阿部の橋行きに設定し、区間急行が運転開始した。1980年代前半までは、朝の大阪阿部の橋行きのみの設定であったが、 現行ダイヤへの過渡期である1989年から1990年にかけては昼間にも1時間1本運転されていたことがあった。また2011年3月13日までは土休日のみであったが、吉野線吉野発も運転していた。2010年3月19日のダイヤ変更で平日朝の大阪安倍の協業は廃止されたが、 2011年3月16日のダイヤ変更で一本のみ復活している。2021年7月3日のダイヤ変更では、10から14時代の大阪安倍の橋駅、吉野駅間で運転されていた急行を格下げする形で日中の設定が復活した。2021年現在、近鉄全体ではこの区間のみに設定されている列車種別であり、英文表記は、 サバーバンエクスプレスである。準急2013年3月のダイヤ変更前まで運行されていた柏原神宮前、富田林駅準急終日、大阪安倍野橋駅柏原神宮前駅、長野線河内長野駅間で運転されている。大阪近郊における短距離の速達種別という位置づけで、昼間時は1時間に柏原神宮前駅発着が2本。 長野線直通河内長野駅発着が4本の合計6本が運転される。大阪辺野橋駅には急行の3倍の数の準急が発着することになり、大阪辺野橋駅古市駅間では準急が主力速達種別となっている。普通が激減する藤井寺駅柏原神宮前駅、長野線河内長野駅間での各駅停車としての役割を担っており、 長野線直通準急の約半数が古市駅で吉野駅発着の急行と柏原神宮前駅発着の大半の列車が尺度駅で特急とそれぞれ環急接続を行っている。基本的に大阪部野橋駅古市駅間では最先着列車となるが平日はさらし主次下りに河内松原駅で平日夕ら主次上りに 藤井寺駅で後続の特急や急行に追い抜かれる列車が存在する。かつては朝ラッシュ時登りにも藤井寺駅や次の停車駅が終着駅であるにもかかわらず河内松原駅で後続の特急や急行に追い抜かれる準急が存在した。またラッシュ時間帯の一部列車は尺度駅で急行と古市駅で特急と緩急接続を行っている。朝ラッシュ時には 御所線、近鉄御所発大阪阿部の橋行きが、吉野線直通としては、平日上りが1本、と休日に、下りが1本上りが2本の吉野駅発着列車が、運転されているほか、平日日中の一部の列車は、柏原神宮前駅から先、普通に種別変更の上そのまま吉野線に直通する、列車もある。また、朝ラッシュ終わり、夕ラッシュ。 深夜時間帯には、古市駅で、河内長野駅と柏原神宮前駅、または御所駅普通列車に分割される列車もある。朝夕ラッシュ時や早朝、深夜には、富田林駅発着列車もある。2018年3月のダイヤ変更後、平日深夜下りに、古市駅準急として運転し、 古市駅から柏原神宮前駅急行に種別、行き先変更する列車が運転されている。この列車は2012年3月のダイヤ変更までは、平日夕ラッシュ時にも運転されていたが、ダイヤ変更後は、柏原神宮前駅準急として運転している。2013年3月のダイヤ変更までは同じく、ラッシュ時に、柏原神宮前駅と、富田林駅に、 古市駅で分割される列車が存在した。ダイヤ変更後、富田林駅準級として運転されている。ユーラッシュ時の富田林駅は、古市駅で分割後、後部車両が、柏神宮前駅普通列車に種別、行き先変更を行っているが、2014年9月のダイヤ変更以降、一部の列車では分割作業を行わず、古市駅から別の車両を、 柏シハ神宮前駅普通列車に充当している。なお、2018年現在、柏シハ神宮前駅準急の後部車両が古市から、トン林駅となる場合も、種別、行き先変更での案内を行っており、柏シハラ神宮前、トン林駅準急の案内は行っていない。なお、上り列車では2018年現在でもラッシュ時に、吉野、柏シハ神宮前、 五所始発と富田林、河内長野始発とする列車が古市駅で連結作業を行っているが、上り列車は両列車とも始発駅から大阪阿部の橋駅順級として運転している。1965年のダイヤ変更までは、端の里駅は通過していた。現在は普通の大半が藤井寺までの運転となったこともあり停車している。また、 1970年代までは、大阪辺野橋駅河内天み駅間運転の準急が朝ラッシュ時に設定されており、この準急に限り他の準急が停車しない、八田駅と河内天み駅に停車していたほか、1990年までは、日中にも吉野線、五所線直通の列車がそれぞれ片道1時間1本の割合で運転されていた。2018年3月のダイヤ変更で、 終電時間帯の時刻が見直され、大阪阿部伸橋駅発23時台の準急を増発し、河内長野駅、富田林駅のそれぞれの最終列車の発車時刻が繰り下げられた。編成量数は、大阪阿部伸橋駅古市駅間と長野線、直通列車は平日と、途休日で輸送力の格差が大きく、平日は、 ラッシュ時に7から8両の長編成での運転が多いのに対し度休日は基本的に終日4から5両編成である。古市駅菓子原神宮前駅間と御所線、直通列車は2両から4両編成で運転されている。普通終日運転されているが、全線を通しで運転するのは早朝、深夜のごくわずかで、事実上古市駅を境に運転系統が分かれている。 大阪安倍野橋古市間大阪側では、大阪安倍野橋駅藤井寺駅、古市駅間での運転が基本で、昼間時は1時間に、大阪安倍野橋駅藤井寺駅間の列車が4本、大阪安倍野橋駅古市駅間の列車が2本、運転されている。また河内天美駅に隣接して、古市県区天見車庫がある関係で、早朝に、 河内天美発大阪安倍の橋行きがある。1980年頃までは、針中野駅の乗降客が非常に多かったことから、ラッシュ時を中心に、河内天美駅折り返しの普通列車も多く、運転されていたが、同年11月27日の地下鉄谷町線、八尾南駅延伸に伴う駒川中野駅の開業により、針中野駅の利用客が激減したため削減され、 現在は、早朝に上り一本が残るのみとなっている。朝及び深夜を除く大阪阿部伸橋駅、藤井寺駅間の運用においては、通常今川駅で、準急河内奄美駅で特急、または、急行を通過退避し、河内松原駅で、下りはさらにもう一本後、上りはさらにもう一本前の準急と、緩急接続する。河内松原駅で、 環球接続する列車は、下りは大阪辺野橋駅を日本語に出発、上りは大阪辺野橋駅に13分前に到着する、準急となり、優等列車と普通列車の所要時間差が、大きいダイヤが組まれている。藤寺駅古市駅間は早朝、深夜と11から15時台のみである。古市柏原神宮前、吉野観湖の区間は、 古市駅柏原神宮前駅間での運転が基本で、この区間では、準急も各駅に停車するものの、準急の多くが長野線直通としているため、普通を運転することで、運転本数を確保している。2021年7月3日のダイヤ変更から、昼間中から14時台は、運転がなくなり、大阪阿部の橋駅発着の準急が変わりを、果たしている。 この区間列車は、古市駅で、河内長野駅発着の準急と接続を行い、尺戸駅で、吉野駅発着の急行と、環急接続を行っている。また、上り列車の一部は、古市駅で、古市駅発大阪阿部の橋駅普通とも接続を行う。また平日の上りは朝は、古市駅、御所線。 近鉄五所駅間の直通列車が運転主体となるため、尺度駅柏原神宮前駅間の区間、運転列車が運転される。U ラッシュには、終点の柏原神宮前駅にて、吉野線柏原神宮前駅吉野口駅間の、普通に、系統変更して引き続き運転されたり、古市港の普通が五所駅に行き先変更をして、 実質大阪阿部の橋発行所行きとして運転されている列車もある。2012年3月20日のダイヤ変更では夕方、ラッシュ時の古市駅で急行に種別変更を行う準急が全区間準急として運転されるために同時間帯は、古市柏原神宮前駅間は全列車準急として運転されるようになった。これにより、 五所線への直通運転や尺度駅貸し原、神宮前駅間の区間運転列車はなくなった。しかし2015年時点で朝と夕方に、古市駅発着で、五所線への直通列車が設定されている。長野線への直通列車は、深夜に、河内長野発大阪安部の橋行きが、また平日の早朝には、河内奄美発で、と休日の早朝には、 大阪安倍の橋発で、河内長野行きが、さらに平日の朝ラッシュ終了時には、富田林発大阪安倍の橋行きが運転されている。編成量数は、大阪安倍の橋駅古市駅間は、最大6両編成、長野線直通列車は4両、または5両編成、古市駅柏原神宮前駅間及び5所線、直通列車は2両から4両編成で、 運転されている。快速急行降落シーズンに臨時列車として運転されている。快速を前進とする。停車駅は古市駅停車の特急と同一である。編成量数は南大阪線内では最長8両編成、吉野線内は最長4両編成で運転されている。急行は 特急退避をしないが、快速急行については、柏原神宮前駅で、特急退避及び大阪阿部の橋駅方の10分間隔運転に合わせるための時刻調整を行うため、柏原神宮前駅で最長12分停車する。このため、大阪阿部の橋駅吉野間の所要時間は1時間45分、前後と同時間帯の急行より10分。 程度所要時間が長くかかっている。吉野線区間においても52から53分と、同区間を各駅に停車する急行とほぼ同じ所要時間である。その他かつては、快速も運転されていた。日中の1時間ごとの運転本数をまとめると、渦の通り。1時間あたり、特急1から2本が吉野線に、準急4本が長野線に乗り入れる。 古市駅を境に利用状況が大きく異なることによる車両数の適正化、停車駅ホーム有効調の違い、分岐各線と合わせた車両運用の能率化により、終日車両の増解決を行い、切り離した車両を即時別系統の列車にしたり、建前上の終着駅に到着後種別、行き先を変更し、引き続き営業を運転させる等の柔軟な、 車両運用を行っている。近鉄では他に、奈良、京都、柏原線と名古屋線の一部の列車で表示上の終着駅到着後に種別、行き先を変更して引き続き運転している。旅客の利便性目的ではない点が、一般的な多層建て列車等との違いである。時間帯別においては次の通り。 朝通勤時3から4両5から8両日中2.3両4.5両深夜3から4両5から8両その他南大阪線では現在でも相性付きの列車を運行している相性列車には小型の相性版が検出されるまた LCD 式に更新される前の 大阪辺野橋駅の発車表にはこれらの愛称付きの列車に対応するコマが存在し、LCD 式となった発車表にもこれを踏襲して愛称が表示される。近年、愛称列車は減少傾向にあり、青の公共局16,200系統を使用した臨時列車の運転や、主に春や秋の観光シーズンを中心に定期急行の臨時停車が実施されている。 現存する愛称列車桜豪華この愛称列車臨時列車の富田林業準急2 0 0 5年まで運転されていた富田林業急行毎年8月1日に富田林市で行われる PL 花火芸術の観覧客輸送のため年によって変動するがおおよそ当日15時以降に長野線直通列車が大幅増便される特別ダイヤで運転されている以前は 一般列車に愛称版を掲出していた時期もあったが、現在は掲出されなくなった。柏原神宮への初詣客などに利用されており、2010年12月31日から2011年1月1日にかけての週夜運転は、大阪辺の橋駅柏原神宮前駅間で、特急は60分間隔、普通が、それぞれ30分間隔で運転し、一部列車は、 吉野駅まで運転されている。なお、2009年度は、南大阪線系統全体で30分間隔に縮小されている。これ以前は、特急も普通も20分間隔で、1990年代後半までは、特急も普通も15分間隔で運転されており、長期的には縮小傾向にある。吉野線沿線には、飛鳥や吉野などの観光地があり、 春や秋のシーズンには、ラジオ番組や新聞社主催のハイキングが開催されている。それに合わせた、臨時列車も多く運転されている。また、ラジオウォークなど沿線で行われるイベントに合わせて取り付けられるヘッドマークも多い。行き先はこれらの他に、臨時急行区間急行快速急行の藤井寺行きがあるが、現在はほとんど使われていない。 乗務員は特急のみ投資乗務で、それ以外は、古市駅で交代する。ただし、長野線直通列車及び一部の吉野線直通列車、柏原神宮前発着の準急は、古市駅で乗務交代を行わずそのまま終点まで乗務する場合もある。南大阪線系統各車両は、全車が、古市県区の所属となっており、列車検査。 状態、機能検査は、同所で行われるものの、重要部検査、全般検査は、ご移動研修者庫で行われることになっている。入場の際には、柏原神宮前駅の東側にある、台車振り替え場で、標準機用の輸送台車に交換され、電動貨車元90型に牽引されて、八木西口駅から、大阪線への短絡線を経由して、 ご移動研修車庫へ輸送されることになっている。台車振替場で外された、当該車両の本来車は、輸送時に、元97.98の荷台に積まれる。当線は、府県境の上の大使駅2条山駅間に33.3パーミルの連続勾配が存在するが、大阪線と異なり、曲線を伴う勾配で、通過速度が実速7 5トル程度のため、 勾配そもそも即ブレーキを使用するのは特急系車両のみで、通勤系車両は通常のブレーキを用いて勾配を下る。なお1960年代に高性能車、新性能車が製造開始された際、車体は高性能車、新性能車とほぼ同じだが、走行機器は旧性能車を流用した、いわゆる機器流用車が、 大都市のほとんどの鉄道で製造されたが、近鉄では、名古屋線や奈良線には存在したものの、南大阪線には製造されなかった。6400系による普通名古屋線が狂気だった。頃は、南大阪線と名古屋線でも、車両の転属がある程度行われていた。また同様に狂気である、養老線へ、車両自体、または台車のみでも転用されたケースが多い。 道明寺駅一斉は、柏原駅河内長野駅間を営業していた、河南鉄道が大阪鉄道と名を改め、自社路線で大阪に直通するべく建設したものである。河南鉄道創立当初は、柏原駅から関西本線へ乗り入れる計画であった。1923年には、大阪天王寺駅まで開通し大阪進出を果たした。 ついで南大阪電気鉄道を合併、同社の所有していた免許を活用し山と延長線を計画、古市駅久米寺駅い期間を1929年に全通させ、吉野鉄道線と直通運転を始めた。なお、大阪電気軌道は、1925年までに、現在の近鉄大阪線、柏原線にあたる路線の大阪上本町駅、 八木西口駅かし原神宮前駅間の路線を開業させており、大阪鉄道のこの路線とは競合することになった。それでも吉野鉄道を買収した大輝が自社線となった吉野線と大阪鉄道線の直通運転を開始したのは大輝本来の路線の期間は 1435mm、大輝吉野線と大阪鉄道のそれは 1067mm と、 吉野線が大気本来の路線とは、期間が合わず、大阪鉄道線とは合っていたからだとされる。大阪鉄道は、社名変更からわずか10年で、近代的な鉄道会社に変貌するものの、運悪く、昭和恐慌に巻き込まれ乗客が伸び悩み、旅重なる、路線延長の建設費が逆に大きな負担となって、経営難に陥り、久米寺駅開業の年には大気の社長である。 金森又一郎が取締役に就任するなど、大輝の参加に置かれることになった。その後、1943年に大阪鉄道は大輝を改めた関西急行鉄道に統合され、1944年には再編で近畿日本鉄道となった。大阪鉄道上の大市駅で開業直後の1929年4月14日に発生した見え衝突事故。 上野大使駅2条山駅間で大阪府大使町を通るが駅は設置されていない。安倍の橋ターミナルビル整備計画に伴い大阪安倍の橋駅のホームが一部を除き約28メートル延伸されており2009年3月20日に大阪安倍の橋駅西改札口が東側に約35メートル移設され同時に 大阪辺野橋駅からの営業記録の変更が行われた。2018年11月13日調査による主要駅の乗降者数は次の通り。ありがとうございます。